すいませんね、さっき急にちょっとおじいさんのところに抜けまして無事に終わりましたよ。ではちょっとここから私は運転して帰りますので、鍵ありがとうございました。先ほど見てくださった方々、ちょっとね、花ちゃんね、これね、花ちゃんのこれなんですよ。持ってきた冬用タイヤ、え、じゃない、冬用タイヤと思って持ってきた夏用タイヤ。それで私聞きました、おじいさんに、どうやってウィンタータイヤってわかんの。タラーン、見えるかな。ここになんとですね、思いっきりですね、雪のマークがついてるんですねちょっとおじいさん前にして大笑いしちゃって、それ見た時におじいさんに大笑いしちゃった。もうなんだこんなに分かりやすいのみたいなね。これあれ、これはついてるね。なんかね、雪のマークが思いっきりついてるんだよ、ボーっていう。ここにもあるそういうことで私はお家に帰ります。ちょっとね、このままバッテリーが持つか分かんないけど、ちょっと乗せていってみますね。で、コメントごめんなさいね、読めなくなると思います。ちょっとこのまま行ってみます、お家に。ちょっと待ってね、今お家までの帰り方が決まらないから。いやー、よかったよかった。おじいさんにそのちょっとおじいさんのところ行って、さっきね、で、どうやって冬用タイヤってわかんのっていうのと、ごめんなさいね、今ナビセットしてるね。その私が日本にちょっと長く帰りすぎていて、全くこの冬用タイヤのまんまだったかどうかが分かんなくなっちゃったみたいって言って話をして、おじいさんも笑うしかなくて、でさらにちょっとチップ上げてきたら、やっぱりね、すごい喜んでましたよかった。だからちょっと、いやー、一件落着ですよ。で、ちゃんと今支払いしてきましたからね。20ユーロっていうね。何の、本当に自分がおっちょこちょいなだけで発生した24.5ユーロですね。しょうがないね。ではね。でも、なんですかね、最初やっぱりこう怒っていたおじいさんですけど、チップ上げたりする前にですよ、もうすでにこうこっちがこう なんていうんですかね、優しくというか明るく話しかけても笑っちゃったりとかしてると、意外と意外と大丈夫というか、だってね、しょうがないですもんね私のおっちょこちょいでね。で、最後はおじいさんは、いいんだいいんだよ、気にしないで、また次戻っておいでよみたいな感じでね終わりましたああ、もう本当に面白いね。なんか、あ、ドカンさんありがとうございます。ちょっと今、私ちょっと待って、ナビセットしますからね。リコさんの笑い声は世界を救うあー、それだったら嬉しいですね。もう何ですか、その今この間ほら、私がキャスこれからねやっていきたいことと、あと YouTube もそうなんですけど、特に YouTube ですね。なんかそれを見て、そのリコベルのキャスでもリコベルの YouTube でも、それを見た人がなんか面白かったなとか、なんかこうその日すごい疲れてたんだけど、なんか笑って終わることができる一日になったとか、
何でもいいのでね、こうね、ポジティブなエネルギーを伝えられるキャスにしたいんですよ。もうテレビつければ悲しいニュース、ヤフーニュース見れば怖いニュースとかばっかりじゃないですか。だから私はその真逆を着たいね。もうあの私のキャスとか YouTube を見たらなんかこう笑っちゃうとか、なんか面白いとか、普段と違う生活が見れて面白いとか、なんかそういうの作りたいんですよ。それです。もうあのこの世の中の暗いニュースの真逆を行きたいそれをやりたいです。そのためにあの今皆さんからね募集してたんですけどね。あー、ババさん、はい、あの花ちゃん無事に戻って、おじいさんも最後は笑っちゃって、であのみんな円満に終わって、受付のおばちゃんも何なんか間違えちゃったのみたいな感じで優しく接してくれたしよかったですなんだろう、なんかもう本当に待ち工場って感じで、ね、いいですねこの雰囲気がね。なんかおじいさんとおじさん2人とあとおばちゃん1人の本当に小さいガレージちょっとごめんなさいガタガタね。間違いなくお金はね 24.5 ユーロ安いでしょ、プラスあとチップちょっとおじいさんにあげてきましたアイテム、はい、お願いします。間違いなく世界のニュースに比べたらリコベルさんそのままで真逆になる。ありがとうございます。もうねガゼインさんありがとうございます、すっごく嬉しいです。私それをやりたいんですよ。そのみんながここに来たりとか、まあYouTube のチャンネルでも何でも見て、あ、なんかちょっとこうね気分が明るくなる。あ、じゃあお家まで行きますよ。私ここからのお家がね本当に分かりませんので、これをつけないとナビが喋りますけどね。では行きます。あ、コメントちょっと読めなくなります、ごめんなさい。でバッテリー 32% で今充電中で、それしながら行きます。ちょっとコメントごめんなさいね、あの本当に運転が危なくなるからコメントに集中できなくなるので本当にごめんなさい。とりあえずこのまんま私はベラベラ話しながら行きますが、まあ景色でも楽しんでください見てみてください。うわー、今ね秋でね、ちょっと暗いかな、ちょっと暗いですかね。よくいつ出ていいか分からないよね。ちょっと待とうかな。すごい煽られてる今通る車。あら、さあ行きましょう。あ、間違えちゃった、反対に出ちゃいました。これ反対方面だなちょっと待って、逆これ U ターンしていいのかな。怖い。はあ、危ない。今左側ね、鈴木っていうねガレージ通ります。ちょっと見える方ね、ちょっと映像が荒くてごめんなさいね。はあ、怖かった、今危なかったね逆に出ちゃってね、全然違う方向に行っちゃうところだったか。これね景色だけでも多分普段歩いてこんなところ来れませんから、ちょっとベルギーの郊外の雰囲気が見えるんじゃないですかね。ここはね規則は70キロなんだけど、今60キロ、56キロで走ってて、ここで70を出すっていうのは私は結構な今日スピードだと思うんですよね。ここで70はなかなか今は出せないよね結構制限速度が高いんです。あ、なんか消防車みたいなのが来るよ、左側消防車来ますよ。消防車じゃない、消防車かな、よくわかんない、もしかしたら救急車かもしれない。あ、警察ですね、警察がすれ違った。本当にちょっと家までの帰り道が私わからないから、このトムトムっていう
神に任せていきます。森本さんありがとうございます。たまにちょっと見えるとき読ませていただきます。ちょっと待ってね、ここがなんかねごちゃごちゃしたポイントでですね、来るときもね分かりづらかったんだよな。トナムがなんかキーキー言ってるけど大丈夫、なんかキーって言ったけど、はなちゃん大丈夫かしら、今キーキー言いましたよね大丈夫かな、ちょっと怖いですね。今ブレーキ踏んだらキーって言ったここがどうなってんだいって、こんなに飛び出ちゃってるし、この人ちょっと待ってね。これもちょっと分かりづらいんだよな、この道どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだっていう感じで、ここをこういう風にもう車線またいでるしね。よしよし、今のところがちょっとごっちゃごちゃでね、どうしていいか分かんないんですけど、いつももう車線またいだってね、よく分からないんだけど、今日は大丈夫ね。これはあのスピードカメラがありますよっていうね、今のカンカンカンっていうのは便利なものがあって、スピードをチェックする機械があるところは教えてくれる。これすごい正確ですから本当に気をつけない。ここはね50キロね、50キロ。あ、江戸さん、もう円満でしたよ。おじいさんも笑って、事務所の人たちも和やかだったし、またねって言って終わりましたやっぱり何でもこうこっちから話しかけてれば意外と大丈夫ですかね。そのタイヤの見方も教えてもらったし、すごい簡単だったんですよ。今度ちょっと録画に撮っときますけど、雪のマークがタイヤに思いっきり書いてあったっていうね。いや、これ言っていいのかな。あらららら、え、これダメだよね。あらあらあら、ダメだ、なんか工事しててナビが言う通りに帰れません。どうするんだろう。ああ、ここ今逃しましたね、右って言われたけど、あれだな、わわわわわ、なんかバスが突っかかってるけどバスが突っかかってるけど、これ行くしかないよ。右って左だ、オッケー、我が道を行くそう、今工事してて突っ込んじゃったらね入れなかったって、ここも怖いんですよね。オッケー、来ない来ない、オッケーオッケー。それでどっかを左に行くんだけど、これがまた分かりにくい。300ヤード。300ヤード。ここもね、
これ私本当にいつもベルギー人もすごいなここって言ってるんですけど、これ左が今トラムが通るんですよね。あ、トラムが来ますね、ちょうど前、今前見ててもらうと、もうちょっと時間かかるかな、トラム来ますよ、左側から。ちょっと暗いかな。で、来ましたね、トラムがね。で、私は今ここを左に入っていかなきゃいけないんだけど、トラムが通るでしょ。今なんかゴミの収集車の人も通ったけど、ここがね、もうなんかぐっちゃぐちゃでね、いつもなんかわーって言って、なんかなんとかなる道路みたいな。ここはね、あ、トラム見れました。ちょっと今逆光でね、前から太陽来ちゃってるから。ここは結構ね、本当にトラム優先とはいえ、でもこれ左にすぐに行かれないんですよね、前から2車線で来てるから。結構ここはね、毎回どうしていいかが分かんない、トラムが来ませんようにと思いながら行くしかない。トラム来ませんようにって言いながら、トラム来ませんように、来ませんように、してないしてない。今私これトラムの線路またいでますからね、これで今トラム来ると怒られる。だけどでもこれしょうがないんだよね、これ以上行かれないじゃない。だから毎回どうしていいかがわからない、この通り。ぐちゃぐちゃでわーってなってちゃんとなる。そうそうそう、ほんとそんな感じで、ここもう私もトラム の2車線両方またいでるから、よし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 、これで右行って左だっけな、とりあえずこれ右だよね。それでこれ本当にいついつばっかりで、結構ねここね知ってない、まあ今ナビがあるからいいけど、ものすごい入り組んでるんですよ、この私の住んでる場所って。なるべく車を入れないようにしようっていうね、なんかそういう風になってるみたいですよ、交通、ここ車をなるべく入ってこないようにね。あ、グワーってなる。お母さんも危ない危ない、もうすぐです。あのねこれちょっと行くとね、右側に私が行かないパン屋さんが見えてきて、でその橋渡ってお家です。だから今日ちょっとコメント今ごめんなさいね、今日キャス今この回から来てくださった方はちょっとその方たちちょっとね今説明させていただきますと、今日はですね、はなちゃんの冬用タイヤを買いに行くってことで、冬用タイヤを4本車に積んで行ったんですよ、鈴木のガレージに。でそこからキャスをしていたら、おじいさん、その修理のねおじいさんが入ってきまして、部屋に私が待ってる。何をしたいんだいって言って、今ついてるのが冬用タイヤですよって言って、その時はちょっとそのおじいさんがもう4本外しちゃったんだよなみたいな感じでちょっと機嫌悪くなっててあらららっていうキャスになって、それでまあその後結局、まあ私のおっちょこちょいミスでずっとね、12月から今パン屋さん通りました、右。ずっと今年日本にいたから、まあ、ここ石畳だからすごいですよ、冬用タイヤのまんまだったんですよ。それを知らないで夏用タイヤ履いてると思って行っちゃったらなんてことない。それでねちょっとそれでちょっといろいろあってですね、まあ、録画に残しておきます。今着きました。あー、無事に着いた無事に着いた。そういう感じでした今日は。あーもう本当にね。ちなみに車に乗せてるのは冬用タイヤ、ちょそれは夏用のはずです。ちょっと見ときますがね。じゃあここで一回ごめんなさいね、キャス終わらせていただきますが、ちょっとここね、お家の人が来ちゃうから、本当にありがとうございました。ごめんなさいね、コメントせっかくいただいたのに読み切れてなくて、後でお返事させていただきますので、
そうです。これ人がいると思ったらなんか像が立っててね、ここポケモンスポットになってます。本当にありがとうございます、皆さん。明日は木曜日のキャスの日は午後の日本時間の9時を予定しています。またお時間が合う方はですね、9時、明日はちょっと本の日っていうのをやろうと思ってるんでどうなるのか。木曜日は本の日なんで、それで行こうと思います。では本当にありがとうございます。たくさんのコメントありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。ここで失礼させていただきます。おやすみなさい。